まだ70少し残っておりますが、こちらですね、この赤貝のバター焼き、ちょっと目白に乗っけました。これが多分いけるんじゃないかなと思います。かなり焼いた赤貝ちっちゃくなりましたね。それはいただいてみたいと思います。辛いですね。辛いけど、噛めば噛むほど旨味が出てまいります。赤貝塩辛バター飯、私バター好きでございます。それでは、皆様ストレスを吹き飛ばせみたいなね感じで、明日も元気よく参りましょう。本日も最後まで無駄なしまかない道場をご覧いただき誠にありがとうございました。それでは酔っ払いのたわごとに最後のお付き合いいただきありがとうございます。失礼します。